はいどうも、113日目のドラム練習です。今日から自宅練習は第2章フィル編に入っていきます。でフィル編最初は難易度低いんですけど、まあ徐々に上がっていくんで、まあ難易度低いところはそれなりにすんなり進んでいきたいなというとこなんですけども、まあとりあえずやってみます。じゃあまずは36ページ4分音符から8分音符へのチェンジアップですねをフィルでやります。まずは先生の演奏を聞きます。というわけですごいシンプルなリズムとフィルなんですけども、これをやっていこうと思います。今この自宅セットタムがないので、どんな風にやろうか試行錯誤しながらやっていこうと思います。スネアだけパン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 ってやっても仕方ないかなと思いますし、どうしようかな。今10分ほど練習したんですけども、エアーである程度叩くか、まあ、スネアのこの位置だけでやるか、まあ、迷いまして、結局今はちょっとここだけでやろうかなと思いました。まあ、少し想定するような感じでやる感じですね。というわけでやってみます。まあ、とりあえずこんな感じで進めてみようかなと思います。まあ、やってみて、ああ、やっぱこれダメだなって思う日まではこの形でいく感じですね。じゃあ次は37ページ目、8分音符から16分音符っていうページをやります。まずは練習し始めの状態。はい、5分間練習しましたので撮影します。やってることすごいシンプルなんですけど、綺麗に叩くって難しいですね。じゃあ次は38ページ16分音符から32分音符っていうやつをやります。これはめちゃくちゃ早く叩かなきゃいけないやつですね。で目標テンポは90なんですけども、まずは演奏切ります。早い。マジか。まずいぞ。今日はこれに時間使う感じかな。できないと思うんですけど、先に目標テンポ90で少しやってみます。32から16に戻すのは結構大変ですね。というわけでやっていきます。